どうも、構図です。今回ですけども、楽曲配法亭とこさんによるどうしても君が好きな楽曲解説ということで、AKB の新曲楽曲解説ね、久しぶりですが、楽曲解説やっていきたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。MV 公開されましたね、ぜひご覧ください。見ました。プレミアム公開で見ました。岡部凛ちゃんが美術部だったよねっていう。まあ、そうなるよねっていう。大西の花火部みたいなの何なんですかね。あれちょっと詳しい方ちょっと教えてほしいですね。また、千葉エリーちゃんのオムライスは食べたいよねっていうところはありましたね。作曲はナスカさんという、日本のバンド、ナスカさんというバンド名らしいですね。ユニバーサルミュージック所属ということで、AKB48 さんは、この度、ユニバーサルミュージック、このどうしても君が好きだから、ユニバーサルミュージック所属に なりまして、キングレコードからね。多分お抱え作曲家の作品で、船出を飾りたいというユニバーサルさんの意向もあったのではないでしょうか。ただし、編曲が野中正雄一さん、もう、皆さんご存知、日本の編曲者年間売上ランキング1位。すごいよね。2022年に現在演奏作曲数のほか AKB グループで最多楽曲数の編曲を手掛け、メインアレンジャーの一人なんだということで、これ AKB のみ、AKB48 のみの編曲リストを引っ張ってきました。見ていきましょう。飛行機雲。飛行機雲。ご機嫌なら、キスして損しちゃったわ。レディーゴーゴーゴー。皆さんもご一緒もやってる。残念症状。もう B 公演ばっかりやん。さかがり。虫のバラのファンだ。ごめんね、僕のジュエル。おしべとめしべもやってた。シャメカなんなら、キャンガルヒやってきて。勝手に住み着いたシャムネコさじゃん。シャムネコいい曲だよね。好き。愛のストリップはキャンディ、キャン、結構幅広いっすね。さすがメインアレンジャー。僕らの紙飛行機のやつじゃん。へえ、ロマン、私はあなたの彼女になれますかじゃん。作曲もやってんだね。僕がバキバキに泣いた曲、指原里乃さんの劇場公演、ラスト劇場、ラス前劇場公演でバキバキに泣いた曲、引っ越し、ここに引っ越しするよのやつじゃん。パイオニア、We are the team, パイオニアイオンのやつだ。作曲もやってんだね。水曜日の、わい、まるでお手上げとした自分。お手上げララバム。幅広いですね。マルキューまでやってんの。It's the first love じゃん。言い訳め、メイピーじゃん。すごいね。君のことが好きだか、マジスカロクロール。いい、遠距離ポスター。やっぱね、これ全部ね、割と出てくるってところ楽曲派っぽいでしょう。だ楽曲派、48コさんっていうの、見かけじゃないって分かったっしょ。偶然の十字路とかやってんの。黄金さん、行くぜセンター行くぜのやつじゃって。いいね。初恋は実らない。いいよね。いいね。風は吹いてるとかもやってんの。呼び捨てにしてほしい。走れペンギン。なるほどね。ユングやフロイトの場合までやってんだね。すごいね。いいですね。君のために僕はもやってんだ。ラブ修行。君が思ってるより。いいね。快速と動体視力やってんじゃん。君だけに、チュチュチュ。鈴掛けなんちゃらもやってんだね。面白。47の素敵な街へじゃん。すごい。ヤンキーロックね。さっきまではアイスティー。夢ルーもやってる。長いなぁ、登るルート、それは一つじゃないじゃん。思春期のアドレナリン。やっぱり、なんかちょっといい曲やってますね。なるほどね。
そしてどうしても好きが君が好きだということで長くなりました。歌詞解説いきます。君がいるとぎこちなくなってしまうようで、うんぬかの秋元得意ピア少年登場ということで、僕は僕じゃなくて自己嫌悪に陥ってしまうんだ。白いシャツがなぜかいつもより眩しく見えて逃げ出したくなるよピア少年ね。出ました。恋はいつでもある日突然から、踏切の向こうのでどうしても君が好きだ。この歌割り含めていいんだよね。どうしても君がをやってるところがいい。ひーちゃんがちゃんとやってんのがいいよね。叫んでる感じが最後にして歌詞の構成の意図がわかるっていう図だよね。もし君と出会わずに生きていたらどこを歩いているなら僕はもっと僕らしく何も縛られずに自由でいられたのか、誰にだって何だって言えるような飾ることのない T シャツでいたいな。飾ることのない T シャツ、これ何も縛られてない自由な僕らしさ、なかなか深いですよね。踏切を渡ろうとした遮断機が降りてきて、これ以上近づけそうに、そこにいるのに、ここいいよね。ここいいよね。メロディーの声、ここのそこにいるのにはかなりフックになってると思うし、秋元康は2番がいい説なのよ。やっぱりこの、飾ることない T シャツから、そこにいるのに、ね、この流れいいよね。で、風に乗ってきっと聞こえるだろう。青い車両に遮られたって、僕の言霊届けたいよ。いつだって君が、これに、いつだって君が結月っていうのもいいんだよね。で、青い車両っていうのが情景を思い浮かべやすくしていいと。要は、風を切って、きっと聞こえるだろう。列車が風を切るのです。風に乗って聞こえる、きっと聞こえるだろうということは、風が吹いています。それを、車両、青い車両に遮られたって、青い電車が風を切って走ってるところに、僕の思い、言霊は遮られちゃう。それでも何も気づかない君のまんまで構わないんだよ、ピュア少年。はい、わかりますね。そういう感じ。うまいよね。やっぱりなんか秋元康さん、やっぱ指原莉乃さんと比べたら申し訳ないけど、指原莉乃さんよりワンランク、ツーランク上な感じ。わかりやすいのよ。思い浮かばりやすいのよね。通り過ぎる電車にかき消されたって。だからもうその電車と踏切のとこどんだけおんねん問題。で、この、なんだっけ、そう。僕らが今生きている間に、いくつの踏切を待つのだろうのとこ、その B メロならの B サビみたいな、来るんだよね。珍しいですよね。列車踏切ずっと出てくるからイメージしやすいのはやはりお上手かなと。もうこんだけ遮断機踏切列車が出てきたらね。で、風っていう。いや、まあまあ風吹いてるってことはまあ、そうね、なんかちょっと田舎チックなのかなとか思ったりとかするし。なんかそういう情景が思い浮かべるのがいいですね。青い列車ってなんか、朝、なんか日光に照らされてそうな感じがするじゃないですか。とか、逆にその夜とか暗くなってきた時でも青光りしてるみたいな。だからどうとも取れるのよね。いいよね。そこら辺がやっぱりちょっと秋元康さん、さすがだなって思いました。いかがだったでしょうか？皆様の見解も聞かせてください。MV の感想もぜひ、ぜひでチャンネル登録、高評価、そしてコメントね、お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。